さあ13名の精鋭たちによる女子エリート UCI レーススタートしてまいりました。前詰まってるよ。そして今日5番鈴木の足に見せているのは大倉心。大
危ない危ない。今日は4位かでした。そしてこのレース全6周回となりました。この中華が発表されています。4番手です。石田大学、早稲田大学、石田優衣ちょっと近いんだけど試験映像入っていきます。現在4番手、
ようになってきます。4番手を走る石田優衣が地点を越えていきました。一方、先頭を下さいの走る舗装路に出てこの後上りに入っていきます。残り1周に入りました。マックスプロジェクト川崎美智子、ただその後ろ現在は青を見せている。この2名バック宇田市春、西方前の2名に、さあここは須藤結びも気迫の走りで追いついていく。須藤結びが追いつきました。3名になります。これが3名になる回収集団。さあこの6番手バックも非常に熱いレースを見せています。さあ一方、その頃先頭では小川さんが最後の試験を超えていきました。ということになりました。AX スクロクロスチーム、小川さえ観客の声援にハイタッチで応えながら、2日間で2勝を挙げることになりました。優勝の優勝です。